神戸文也は、群馬県高崎市出身のプロ野球選手。宇藤右内。オリックスバファローズ所属。小学生時に、高崎市の塚沢リトルジャイアンツで野球を始め、中学では、公式の高崎ボーイズに所属した。前橋育英高等学校に進学後、同校は、神戸が2年生時の春の選抜に初出場を果たした。ものの、神戸自身は、メンバー外であった。 2年秋の新チームからは、ベンチ入りし、外野手や控え投手として出場した。3年春の関東大会で高騰したことが、立正大学公式野球部関係者の目に留まり、高校卒業後は、同大学に進学するも、4年間で公式戦12試合の登板に留まった。立正大学での同期には、後に、オリックスでも、チームメイトとなる、黒木雄太がいる。 2016年度ドラフト会議でオリックスバファローズから育成ドラフト3位指名を受けた。セネームはヘボンシキロオマジで勘弁。2017年はウエスタンリーグにおいて7試合に登板。11回に3を投げ、勝敗はつかず、防御率6.94の成績を残した。2018年はウエスタンリーグにおいて5試合に登板。5回を投げ、0勝1敗ながら、 自責点は0であったため、防御率は0.00を記録した。6月14日から9月14日まで、独立リーグのベースボールチャレンジリーグに所属する福井、ミラクルエレファンツへ派遣され、同リーグの公式戦10試合に登板。66回1、3を投げ、4勝4敗、防御率3.80、42奪三振を記録した。2019年は、 7月下旬までに2軍で、中継ぎとして16試合1勝1敗、防御率3.86の成績を残し、7月25日に、ホンダ人司会と同時に支配下登録されることが、球団より発表され、同日、NPB 工事された。新しい背番号は95。8月2日に初めて1軍登録され、8月10日の、対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で、 プロ初登板を果たしたが、先頭打者のゼラス・ウィーラーに、本塁打を浴びるなどして、2、3回を飛安打に、至球1の投球内容で降板した。しかしその後は徐々に安定感を発揮して、僅差の展開や勝ち試合でも起用されるようになり、9月2日の対チバロッテマリームズ戦で、延長10.11回の2回を6人で抑え、プロ初ホールドを上げた。 シーズン通算で19試合に登板し、防御率3.865ホールドを記録した。2020年は、開幕を一軍で迎え6月19日の大落天戦で同点で迎えた8回から、中継ぎ登板するも、鈴木大地に敵自打を許し敗戦投手となった。その後も4試合に中継ぎ登板していたが7月3日、一軍登録を抹消。この年は、 以降一軍出場がなく5試合に登板していっぱい、防御率9.53でシーズンを終えた。最速時速1 5 1キロメートルのストレートとフォークボールを武器とする。決め球のフォークボールは立証大学在学中に当時ボストンレッドソックスに所属していた上原浩二がテレビ番組の特集の中で握りを公開していたのを参考にし、 大学4年時から本格的に投げ始めたものである。2019年8月10日、楽天生命パークにて、プロ初登板の様子オリックス契約公開、プロ野球、日刊スポーツ、2020年5月31日閲覧。ABCDE、神戸文野球児だった母の夢を託され、プロの世界へ。ベースボールゲート、2018年1月28日、閲覧。 2016年度ドラフト会議契約交渉権獲得選手オリックスバファローズ2018年1月28日閲覧2017年度オリックスバファローズ個人投手成績日本野球機構公式サイト2018年度オリックスバファローズ個人投手成績日本野球機構公式サイトオリックス育成投手の神戸を BC 福井に派遣期間は今季終了まで。スポーツ放置。2018年6月16日へ閲覧。育成選手派遣のお知らせ。オリックスバファローズ。2018年6月16日へ閲覧。オリックスから選手派遣のお知らせ。福井ミラクルエレファンツ公式サイト。2018年6月16日へ閲覧。派遣期間終了のお知らせ。 福井ミラクルエレファンツ公式サイト2018年1月14日閲覧オリックス神戸ホンダの育成量腕を支配下登録日刊スポーツ2019年7月27日閲覧神戸投手ホンダ投手支配下選手登録のお知らせオリックスバファローズ2019年7月25日閲覧新規支配下選手登録2019年度 日本野球機構。2019年7月27日閲覧。二日の工事半身が、藤並、巨人は墨谷を抹消西部は、前日支給の金子優を抹消。フルカウント。2019年9月2日閲覧。AB、オリックス神戸、上原、直機伝砲道で育成から開く。日刊スポーツ。2019年11月5日閲覧。ABCD、 オリックス、神戸文也覚悟を持って大きく成長。どうなる契約公開。週刊ベースボールオンライン。2019年11月5日。閲覧。楽天、8回に、一挙八点で開幕白星。オリックス9期連続開幕戦黒星。サンケイスポーツ。https、w w w s a n s p o t c o m smp、ベースボール、ニュース。 2020万619、ゴール20兆619億2111万 3SHTML2021 年1月27日、閲覧。パリーグ工事、7月3日、ソフトバンク、古ヤが登録。3K スポーツ。https、w w w s a n s p o c o m smp、ベースボール、ニュース、2020万703。 NPB20 兆703億1638万 3SHTML2021 年1月27日、閲覧。オリックス、育成選手の神戸とホンダが支配下登録。支配下選手は上限の70人に。スポーツ放置。2019年8月10日閲覧。ありがとうございます。